今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はリンガーハットに行ってまいりましたよ。京都駅のイオンモールのフードコートにありました。フードコートに結構イオンちゃんはリンガーハット入ってますよね。餃子とかもあるのですよね。で野菜たっぷりちゃんぽんにいたしました。これ890円安くないですか。これこのボリュームで1日分以上の野菜がこの一杯でということで、ドレッシングもついておりました。モグベジ食堂へようこそと書いてありますが、まあこれが、リンガーハットさんの、宣伝文句なんでしょうね。もうこんなごっついキャベツとかドッカーン入ってますね。でこれね、久しぶりに食べたらこれスープのうまいことうまいこと美味しいですね。このちゃんぽんってもうなんか独特のこの、太い丸い麺なんですけども、これともこの野菜とこのスープと懐かしいなと思いながら、いやいやこんなうまかったっけちゃんぽんって思うぐらいうまかったんですよね。豚骨か、豚骨なんですかね、豚骨なんですよね確かね、ちゃんぽんってね。でこのかまぼこやらが入っているのが、長崎ちゃんぽんなんでしょうね。こうでも野菜がほんまにめちゃめちゃ入ってて、また野菜がうまいんですよ。でこれ生姜のドレッシングだったんですけど、これちょっとかけたんですけど、もう一気に味が変わって、これかけんでよかったなと思って、かけない方がよかったなと思って、これこっちだけにちょこっとかけたんですけど、まあそれでよかったなと、思ってたんですが、まあでもこれはこれでね、味変としていいんじゃないでしょうか。あんまり早くかけすぎると いかんような気がいたします。だいぶ食べ進んでまいりましたよ。このコーンとかもね、昔はもうコーンなんかいらんと思ったんですけど、いやコーン美味しいですよ。でこの辛子マスタードじゃないから辛い辛い、この辛いのがまたいいっすね。ピリッと、いきまして、あいや久しぶりにほんまにうまかったということで、まだ食べ足りずに、野菜をもうちょっといただきましょう。一応野菜ですからね、これじゃがいも野菜なんで0キロカロリーですよ。でこれあれなんですよ、塩分を抑えるためにノーソルトです。ソルトは奥の袋の中に入っていて、て後でちょっとつけて食べたんですけども、でリンガーハットのからしをかけてみたんですけど、やっぱりマスタードじゃないから辛い辛い、これはやっぱりポテトはマスタードの方がいいなという結論でございました。というところで、いやうまかったリンガーハットさんでございます。またもう一回食べたいですね。皿うどんもまた食べないといけないなと思いながら、河原町にもあるので、リンガーハットまた食べたいと思います。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。